I've got a new UFO sighting report with a short footage from a person named TK on September the 1st, 2024, just this morning. He writes as follows. Excuse me, in Japanese. TK よりちなみにこれは本物ですが先生はどう思いますか？もう写真撮影などは半年以上していませんが、すべての動画は私が撮影しています。2018年から自宅付近に毎夜それが現れ出したのがきっかけです。遭遇は動画には撮影されていませんが、自宅上空や地上に近いところまでその物体は何度も降りてきたこともあります。2024年9月1日、広瀬林、浜松市、ジャパン、 September the 1st 2024。手ぶれが気になるところですけども、モニター画面の上にその物体を、映してですね、それを別のカメラで撮影なさっているように感じます。モニター画面上のその物体は静止しています。が、手ぶれはその物体と同時にモニター画面の縁と動きが一致しています。で、まずこの光を見てですね、私が真っ先に思い浮かべたのが、つまりは飛行機の着陸灯ということになります。またそれに大変よく似ているということですね。で、このようにハレーションを起こすことはですね、強烈な光がですね、前方から放たれてカメラの中に入った時に、このような現象、例えばレザーポインターなどで光をですね、照らしますとこのように光るということですね。で、向かって左側が青もしくは緑、右が赤っぽいところにも注意してください。飛行機はですね、左右に左右灯を点灯しますけども、中央に着陸灯、向かって左側に、この場合はですね、正面から撮ってますから緑っぽい、左右灯の左ですね、そして右に赤っぽいライトがついてます。で、お届けくださいました動画の内容と一致しているということですね。こんなところからですね、これは飛行機ではないとは断言できないわけですね。飛行機の可能性が大変高いということです。で、私の場合ですね、こうした、いわゆるその UFO 現象と呼ばれるものについてはですね、飛行機でもない、虫でもない、ホコリでもない、そんないろんな、場面って言いますかね、可能性を、上げてですね、それらのものではないとは断言できないときのですね、それ以上の検証はしない、できないということになります。つまりこの場合はですね、飛行機ではないとは断言できないわけですから、つまり飛行機の可能性が極めて大きいわけですから、その可能性がある以上ですね、これが UFO であるかどうかという判断はできない、またしないということです。TK さん自身がですね、撮影なさって送ってくださったということでですね、あえてこのような検証動画を作りお届けすることになりましたけども、普通は一般にはですかね、私の場合は飛行機ではないと断言できない動画についてはですね、このような検証をすることもありません。ともかくですね、まず疑って見られることはですね、飛行機のライトではないかということです。そして毎晩見られるということですから、おそらくライン機がですね、お家の近くをですね、上空を飛んでいるということになるわけです。それがですね、夜間、強烈な着陸灯を、点灯しますのでね、それがこのような形で映り込んでいるのではないかと考えています。一度、あなたの家の上空のですね、そのライン機の航路ですね、を調べてみられたら良いのではないかと思います。で、もし航路であるならばですね、
まあ、UFO ではなくてですね、わかりませんよ。ないとは断言できませんけども、UFO ではなくて、飛行機の可能性が大変高いということになります。あまり良い返事にはなりませんでしたけども、どうかお許しください。では、今日はここで失礼します。Bye! Thank you.